これは僕が実際に体験した話なのだ。その夏、僕は親友の春日別麦から埼玉県のとある小さな村へお呼ばれしていたのだ。その村には紬の親戚の家があり、紬自身も小学校まではその村で生まれ育ったとのことだったのだ。家の近くにとても綺麗な川があり、一緒に川遊びをしないかとのお誘いだったのだ。コンクリートで固められた川しか見たことがなかった僕は、その誘いに魅力を感じ、夏休みを利用して、一週間の泊まりだけで遊びに行くことに決めたのだ。電車とバスを乗り継いで着いたその村は、思い描いていた通りの山あいの素朴な村で、僕はその村に漂う、木や草や虫の香りのする空気を吸い込み、これから始まる田舎暮らしに胸を躍らせたのだ。紬の親戚も紬も、都会から来た僕を温かく迎えてくれ。食事は地元で採れた食材を使った美味しい手料理を振る舞ってくれたのだ。特に焼いただけの川魚が素晴らしく、これは鮎ですか、イワナですかと、興奮気味に尋ねながら食べる僕に、明日は川へ行って自分で捕まえてみるといい。紬は川のことをずんだもんさんに教えてあげなさい、と言ってくれたのだ。そして僕は翌日、紬と二人で待ちに待った川遊びへ出かけたのだ。夏の日差しの中、キラキラと輝くその美しい川と、河原に僕は感動し、服を着たまますぐにでも、バシャンと音を立てて飛び込みたいと思ったのだ。そんな浮かれ上がっている僕とは対照的に紬は、急に真剣な面持ちとなり、この川で遊ぶ際に守らなければいけないルールを教えると言い出したのだ。僕は自然を甘く見ず、危険なことはしないという一般的な話をされるのかと思ったのだが。ずんだもん、これだけは絶対に守って、川の中まではいいけど、川の向こう岸まで渡ったら絶対にダメだよ。向こう岸？山と林があるだけなのだ。何かあるのだ？あれは神様の山なんだ。人間がむやみに入ったらたたりがあるのよ。神様のたたりなのだ。うん。あっちの世界に連れて行かれて、こっちの世界には帰ってこれなくなるの。遭難しやすいってことなのだ。遭難っていうのかな。川の魚が死んだり、作物が変種になったり、家族が病気になったりするとも言われてるよ。本当なのだ。本当だよ。あーしは経験ないけど、おばあちゃんや村のお年寄りの人たちから、実際にいなくなった人の話や、魚が全滅した話を聞いたことがあるよ。こんな綺麗な川なのに、毒をまかれたみたいに黒くなって、魚の死体がぷくぷく、たくさんいてたんだって。そうなのだ。わかったのだ。向こう岸へも山へも行かないのだ。わかってくれてありがとう。それ以外は普通の川だから、危ないことをしなければ大丈夫だよ。楽しんでいこうね。ずんだもん。楽しむのだ。夏の思い出を作るのだ。ええー、よ。紬があまりにも真面目な様子で話すから、その時はそう答えたけど、正直に言って僕はちょっと馬鹿らしいと思ったのだ。おそらく整備されていない山林に、子供やよそ者が入る危険性を伝えるための方便が、言い伝えられているうちに定着してしまったものだろう。僕はそんな風に受け止めたのだ。僕は山遊びにも興味があって、せっかく山あいの田舎に一週間もいるのだから、山の中にしかいない虫を観察したり、山菜を取ったりできることも期待していたのだ。ただ、僕は紬や村の人たちと揉めることなく、滞在期間を過ごしたかったし、紬がその純真で優しい心から僕の身を案じていることは伝わったから、ひとまずその日はそのルールを守ることにし、川の手前側だけで遊んだのだ。ただ、遊びながら僕は見つけてしまったのだ。山の中に大豆らしき植物が生えていることを。あの葉っぱは大豆にしか見えない。この山には大豆が自生しているのかもしれない。そうであれば今の季節、その枝には枝豆がふんだんに実っているはずだ。僕は大の枝豆好きで、採れたての枝豆には目がなかったのだ。野生の枝豆はどんな味がするのだろう？
僕の想像はどんどん膨らんで止まらなかったのだ。次の日から僕は紬の目を盗んで川を渡り、山に入ることを画策し始めたのだ。そして4日目のお昼頃、紬がトイレに行っている間にこっそりと山に入ることに成功したのだ。果たしてそこには今まで見たこともないくらい大豆の葉が茂っており、枝には包丁に枝豆がなっていたのだ。そして山の奥深くに行けば行くほど、さらにたくさん生えているようだったのだ。この山の山頂あたりは昔大豆畑で、それが野生化して、麓の方までつるを伸ばしてきたのだろうか。そうも思ったが、よく見てみると普段スーパーで買える畑の枝豆とは、品種が違うようで。どこからどう見ても枝豆には違いないが、少し赤みがかって、鞘部分が独特の丸みを帯びていたのだ。こんな枝豆は見たことがない。一体どんな味がするのだろう？僕は快感を伴ったドロッとした汗が全身から吹き出るのを感じたのだ。僕は山中を探検して、この珍奇な枝豆を狩り尽くしたい衝動を抑え、とりあえず味見ができればよいと自分に言い聞かせ、ポケットに入るだけの量の枝豆を積み、来た時と同じようにこっそりと山を降りたのだ。ずんだもん、何してるの？わあ、紬。山に入っていたの？ダメって言ったよね。これは、その、いいから早く、川を渡って戻ってきて。わかったのだ。山を降りたところ、泣きそうな顔で待ち構えていた紬に見つかり、僕のゆるゆるで楽しいだけの夏休みは終わったのだ。紬は親戚や村の人たちには黙っていてあげると言ったけど、紬自身からは絶対に忘れないし、許さないという雰囲気を感じたのだ。それほどまでに、今まで僕を信用し、好きでいてくれたらしいのだ。紬は僕の言い訳を悲しげに聞くと、せっかく取った枝豆を取り上げ、神様にお返しすると言って、川に流してしまったのだ。くだらない迷信のせいで、僕は紬からの信頼と貴重な枝豆を失うことになったのだ。僕たちは気まずいまま、しかし他人には平静を装って家へと帰り、なんとか夜までやり過ごしたのだ。僕は川で遊んで疲れたからと、早めに布団に入ったが、いやおうなく今日のことが頭の中でぐるぐる回るのだったのだ。大好きな紬、見たこともない珍しい枝豆。僕は諸悪の根源である山の迷信にどんどん腹が立ってきたのだ。あれはカルトなのだ。紬はカルトに洗脳されているのだ。実際に今日僕は川を渡ったし、山にも入ったけれど、ちゃんと元の場所へ戻ってこれているのだ。この村で生まれ長い生涯をこの村で終える村の人々は仕方ないとしても、紬は若いし、この村の出身というだけで今は普段は別の場所で暮らしているのだ。紬をカルトの呪縛から解放してあげたいのだ。そのためにもう一度山に入るのだ。そして枝豆をいっぱい取って降りてきて、紬と一緒に食べるのだ。美味しいまずいはあるかもしれないけど、ただの枝豆なのだ。当然不思議なことは何にも起こらないのだ。そうしたら紬もたたりなんて存在しないと気づくはずなのだ。僕たちは仲直りしてまた楽しい夏休みを再開させるのだ。そう思い立つと、いても立ってもいられない気持ちになり、誰かに突き動かされるように僕は懐中電灯と枝豆用のビニール袋だけを持って家を抜け出し、再びあの山を目指したのだ。街灯もないので川面も川辺も山も一面暗く、川の水は昼間より冷たかったけど、今晩のような蒸し暑い夜にはむしろ気持ちいいくらいだと思いながら、僕は足元もろくに見ず、さっさと川を渡り終え、山を登り始めたのだ。今思えばこの川を渡っている時が最後のチャンスだったのだ。僕は川の水の黒さが夜中であったとしても黒すぎることに気がつくべきだったのだ。そして、アユやイワナの死体が一つ、二つと、川底から浮かび上がってくる様子に気がつくべきだったのだ。よし、
袋がいっぱいになったのだ。枝豆はこれだけあれば十分なのだ。持ち帰って紬と一緒に食べるのだ。ところで今何時なのだ？夢中になっていたからわからないけど、家を出てからもう何時間も経っていると思うのだ。うん、急いで帰るのだ。下手したら夜が明けてしまう時間なのだ。あれれ？おかしいのだ。迷わないように一本道で来たはずなのだ。しかも枝豆を摘みながら来たから、枝豆の摘まれている跡をたどれば帰れるはずなのだ。あれれ？これはよく見ると大豆の葉じゃないのだ。これは小豆なのだ。僕の嫌いなあんこの原料なのだ。おかしいのだ。さっきまでは小豆なんて生えてなくて大豆ばっかりだったのだ。あ、摘み取って袋に入れたはずの枝豆も全部小豆になってるのだ。袋の中が僕の大嫌いな小豆だらけなのだ。夜中だから見間違えたのだ。いや、でも昼間だって。それに小豆の季節は10月くらいからなのだ。真夏にこんなに小豆が実るはずがないのだ。そういえば急に寒くなってきたのだ。まるで秋に差し掛かったみたいなのだ。あう、雨まで降ってきたのだ。早く早く帰るのだ。こんな小さな山、まっすぐ歩けば元の場所でなくてもどこかには降りられるのだ。とにかく歩くのだ。はっはっはっ、あう、疲れたのだ。それに心細くてチクチク涙が溢れてくるのだ。お母さん、お父さん、紬、助けてなのだ。ずんだもん。わあ、紬なのだ。驚かせてごめんね。大丈夫？はわわ、紬、僕、山で迷子になってとっても怖くて寂しかったのだ。そっか、つらかったね。でももう安心だよ。アーシと一緒に行こう。うん、一緒に帰るのだ。ついてきてね。わかったのだ。ねえ、紬、道は本当に合っているのだ。もう随分歩いた気がするのだ。でも全然麓に出ないのだ。それになんかずっと上り坂を登っている気がするのだ。くだらないと山から出れないと思うのだ。今はどんどん奥深くに行っている気がするのだ。紬、僕をどこへ連れて行くつもりなのだ？君は本当に紬なのだ。こうして僕は深い山の中を今も歩き続けているのだ。